なのかというと、この山、日本一有名なあの山に形が似ていません？その通り。そう、この山、富士山に形がそっくりなことから、滋賀県の富士山、その名も近江富士と呼ばれている山です。近江富士三上山、標高は432メートルほどでございます。さあ、そしたら今度はまた逆側、すいませんね、ちょっとあちっとこちったりしますけど、左手側にね、いつもこんなに見えていない、もう今日はね、素晴らしく美しく見えています、この長い橋、左手側の一番長い橋、見えますね。この橋は琵琶湖大橋ではなく近江大橋と言います。さあ、この左手側の近江大橋でございますが、近江大橋、美しい橋ですけど、この橋の向こう側に瀬田川という川が流れているんですが、さあ、お客様、この琵琶湖、日本一大きな湖ですよね。この日本一大きな湖、琵琶湖に流れている川の数って、小さいのから大きいのまで全部合わせますと、今一体何本ぐらいだと思います？大体でいいですよ、大体で。大体何本ぐらい流れてんのか。30本、50ぐらい、100本ぐらい。なるほど、いいですね。どうですか、お客様。で、見てみましょうか。琵琶湖に流れている川の数、全部合わせますと、その数なんと460です。そうなんですね、100本が一番高かったですかね。そう、実はね、めちゃめちゃあんまり知られてないですね。でもね、460本流れてるんですよ。まあね、小さいのから大きいのまで、名前もない川まで全部合わせるとね、460本流れているというお話なんですが、しかしね、この川、ほとんど全部が琵琶湖に入り込んできている川なんですよ。他の県から琵琶湖に流れ込んできている、そして琵琶湖の中から琵琶湖の外に流れ出ていく川というのは、460本中たったのたったの1本なんです。1本しかないんです。ケチですよね、琵琶湖って。460本も川あるのに、全部自分の中にちょうだいちょうだいって言って自分から外に出すと1本だけ、ケチくさいな。まあ、しかしね、この1本だけの川は琵琶湖にとって一番重要な川であるわけでございます。そんな琵琶湖にとって一番重要な川の名前を瀬田川というんです。さあね、今私が紹介した川です。左手側、近江大橋の向こう、これが琵琶湖で一番有名な瀬田川でございます。さあ、そんな瀬田川、もう少し向こうに行きますと、知る人ぞ知る近江の系の一つ、瀬田の唐橋という橋があるんですね。さあ、この瀬田の唐橋のふもとで有名な言葉、磯田が回るという言葉が生まれたと言われています。まあ、でもですね、今ちょっと瀬田の唐橋見えていないんでね、この橋については深い説明をやめておこうと思います。しかしながら、この磯方回れもそうですが、湯田大陸もそうですけど、この琵琶湖の周辺というのは、たくさんのことわざ、四文字熟語、俳句、たくさん生まれています。つまり、この琵琶湖というのは大変に長い歴史があるということなんですけども、まあ、琵琶湖はね、長い歴史があるので